皆さんこんにちは、キスケです。今回はハイパーメガリルドを赤染めで使っていこうかなと思います。で、このメガリルド自体が Z アビリティレッド属性のバフなんですよね。なので赤染めで使ってあげるのが一番強いのかなとは思ってます。で、今環境でゴジータ、青色のゴジータがすごい流行ってる中で赤染め戦えるのかと言われるとは思うんですけども、まあ、それに対して緑を出してあげるとかで、この紫ベジータも Z アビリティパープルとレッドなんですよね。パープルとレッドで、ユニークアビリティも、支援サイヤ人があるんで、だいぶ相性がいいということで、結構意外と隙のないパーティーになってるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ハイパーメガリルドで不死身キャラはもう本当に無に返すとは思えるので、でさらにこいつ打撃の攻撃力が本当に高いし、出血も持ってるし、自動回復っていうか、あの、なんていうかな、まあ控えに戻ると 10% 回復するんですよね。うん、それも強いし、まあ隙がないキャラクター、防御力も高いしということで、まあだいぶ強いんじゃないかなと思います。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではピューピューピューやっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。相手はこれは劇場版パーティーですね。うん、まあ多分黄色2枚は出てこないとは思うんで、ゴジータをどうするかですね。まあとりあえずこれは赤悟空、メガリルドでこっちでいこうかな。はい、お願いします。さあ、初手ゴジータ出し負けしていく、出し負けしていく、よしよし、射撃、はい、射撃、交代、射撃と OK。 はい、いやー打撃が欲しいけどね。よしよし、はい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 。さあ、メインアビリティ発動してと、射撃、はい、いや威力高え、やっぱ、はいはい、射撃と、威力高すぎマジで。さあ、ゴジータ動けないだろう。この緑のアタッカーが1体いるだけでだいぶちゃいますね。危ね、あー、いやちょっと今の下手くそやった。はい、まあ結果オーライですけどね。射撃、ほい、さあカメハメハ、おお、ブロリーブロリーが消し飛んでいく。はい、あー、ミスった、クソ。うん、これはもう相性的にはすごい有利かな。うん、あ、使っていく。はい、さすがにけどね、なんかこっちが有利属性なのにだいぶやっぱこいつパーフェクトセルぶっ壊れてますよね、これ。 OK、 じゃあ必殺アーツで、めちゃめちゃ強いですよね、パーフェクトセル。さあ、はいはい、 OK、 スーパードリル、はい。さあ、残りはパーフェクトセルのみ、赤2枚を突破することはできないだろう。避けて通常打撃、避けて打撃 OK、 えい、さあさあ、あー、これはもう所持アーツで落ちますかね。はい、じゃあメガリルドでいきましょうか。えい、対戦ありがとうございました。我々が全宇宙を征服するのだ。さあ、対戦やっていきましょう。お相手は再生パーティーですね。まあ、ザマスいるけど出てくんのかなっていうところで、青2枚か、ちょっと悩むな。青2枚出てこられると正直厳しい。でさっきも黄色出てきたんで、もしかしたら出てくる可能性があるなっていうことで、じゃあこういう感じでちょっと意地悪してみるか。 OK、 お願いします。さあ、初手、うん、なるほど。お、ザマスいるね。 OK、 ラッキー。はい、お、ちょっと大丈夫。はい、打撃、へい、さあ変えてと、へい、 OK、
ザマスいるね。できればメガリルドで OK。 はい、単発で止める人結構いらっしゃるんで、そこはちょっとねじっくり見とかないと危ないですよね。はい、射撃。お、死んじゃうんじゃない。あー、そこで変えていく。はい、通常打撃と OK。 はい、通常打撃。おい、いやー、ザマス貫きたいな。あれ、ちょっとマジか。ミスった。いやー、ちょっともったいねえぞ。はい、じゃあ特殊圧発動を、はい、避けて射撃。おい、メインアビリティ発動。さあ、こっからですよ。おい、よいしょ。おい、大丈夫。大丈夫。あ、これ帰るなよ、帰るなよ、マジで。どうだ、止まった。おい、おい、おお、来た来た。ザマスの真の像を貫きましたよ、マジで。ドーン。いやー、えぐいな。いや、それはさすがに入んないですね。はい、さあ、残るはピッコロのみ。ザマス貫いたからね。頭がベジータの体を突き破ってたけど大丈夫ですか。はいはい、よし、 OK。 いや、ザマス貫いたところ見れたらすげえでかいぞ。おい、よっしゃ、対戦ありがとうございました。なかなか楽しめたぜ。さあ、対戦やっていきましょう。お相手はこれ未来パーティーですね。青2枚か、ちょっとさすがに怖いが、どうしようかな。まあ赤、こういう感じでいくか。 OK、 お願いします。さあ、初手は前。おい、ミスった。通常打撃。はい、よいしょ。さあ、危ない。いやー、回避してこないか。なるほど、こっちに帰ってと。回避してこないか。射撃、打撃。いや、負けたくねえ。ほい、どうだ。 OK、 よいしょ。射撃。おお、ザマス来たね。さあ、射撃。あー、入んない。通常打撃、避けて。いやー、回避してこないですね。じゃあ、まあ回避してこないっていうことをちょっと頭に入れておこうかな。射撃、 OK。 スーパードリルアタック、貫け。強い。あ、回復使っていく。はい、通常打撃と。さあ、やべえ。やべえ、マジか。これちょっと苦しい。 あんなことするんや。目の前まで来てライジングラッシュをただ押すって、その勇気たるや。見事に刺さりましたけどね。くっそ。通常打撃。はい、ほんで、お、避けて射撃。おい、メガリルド射撃。おい、メインヤビ発動してと。はい、これザマス貫けるんじゃない。はい、射撃。あ、でも射撃の威力がちょっと弱い。射撃、打撃欲しい。来る、来い、よし、貫け。はい、強っ。強っ。おい、あー、うまいな。はい、変えてと。うおー、なるほど、つながるんや、カメハメハ。マジか。射撃、間に合わないか。まあでも究極アーツをこの瀕死状態のベジータで据えたのはでかいっちゃでかいかな。はい、あ、射撃。いや、勝ちたいな。おい、ダメか。クソ、どうする。射撃、通常打撃。はい、
うん、これ前にもライジングラッシュいきます。おい、ヒン打撃でいこうか。おりゃあおりゃあ、どうだ、よっしゃいつもより多くドリルを回しておりますこれは面白い。さあ残るは有利属性なんで、はい、おい、ステコン来るか、来い、よし、おい、いやー威力高いぞ。うん、まあこれはちょっと食らいましょう。ライジングラッシュまだですよね多分。やめろ、うん大丈夫、おい、射撃、おい、オッケー、よし、はい、ハイパーメガリルドの勝利ですよ。はい、対戦ありがとうございました。これがマシンミュータントの力だ。さあ対戦やっていきましょう。お相手はサイヤ人パーティーですね。まあゴジータがいるんでちょっとどうしようかなっていう感じなんですが、まあこういきましょうか。 OK お願いします。さあ初手は紫、打撃キャンセル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 、打撃ダメか調子乗りすぎたか。はい、うわなんだ今の、マジか、外れとったか。ただ相手結構なんかもうキャラクターぐるぐる 回してるんで、おいおい、射撃、おいメガリルド、おい、さあ打撃ぶち込んで、ゴジータまだですもんね。はい、さあドリルアタック、これ強い、うわー持っていく、持ってっちゃう、なるほど。まあでもこれはちょっと頑張りたいな。いやゴジータ相手に、危ねー、避けそうになった、お危ない、避けていく、 OK、 おいしい。さあライジングラッシュすかせたのはだいぶでかいぞ。通常打撃、さあどうする、射撃、うわーうめえ、変えて OK、 どうすっかなあ、これメガリルドで受けた方が良かったね。まだ待機カウント溜まってたか。メガリルド気絶とか状態異常が無効なんで気絶の心配がないっていう、もう打っちゃいます、特殊で。で最後青残ってるんですけど、まあ GT 悟空で落としきれるでしょう。おいこの必殺アーツマジでなんか癖になりそう、すげえかわいい。 OK、 さあとりあえず悟空につなげたいんで、よいしょ、おーしでかいぞ。さあチェンジ、射撃、おいメインヤビ発動、射撃、いいダメージなんだよな、はい打撃、あー繋がんねえか、残念、危な、入る、よしあとはもう、あーダメか、あと通常攻撃でいけるかなと思ったけどまだまだでしたね。おい入る、 OK、 よいしょ、対戦ありがとうございました。はい皆さんお疲れ様でした。今回はハイパーメガリルドを赤染めパーティーで使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあザマスをですね不死身無効化してそのまま倒しきるっていうシーンもね撮れたんで、まあ満足かなとは思います。やっぱり強いね、強い、火力も強いし、やっぱり必殺アーツの威力も高いし、強出血も強いで、メインアビリティの気力回復も強いし、まあ、弱いところあまり見当たらないなーっていうキャラクターですね。はい、ということでよろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。